初版楽譜の表紙。1811年。ピアノソナタ第26番編法調調作品 81A。国別は、ルートビヒバン・ベートーベンが1809年から1810年にかけて作曲したピアノソナタ。本作には、ベートーベン自身が表題を与えているが、そのようなピアノソナタは、この国別と悲壮としかない。その背景には、彼のパトロン、 弟子であり、友人でもあった、ルドルフ大公のウィーン脱出が関係している。オーストリアは1809年4月9日にナポレオン、率いるフランス軍と戦闘状態に陥った。ナポレオンの軍勢は5月12日までに、ウィーンへと侵攻しており、新生ローマ帝国皇帝フランツ2世の弟に、当たり、皇族の身分であった、ルドルフ大公は5月4日に同志を離れることになる。 ベートーベンはピアノ・ソナタの第一楽章の奏行にダスレーベボールと記すとともに1809年5月4日、ウィーンにて敬愛するルドルフ大公殿下の出発に際して、と書き入れた。オーストリアの降伏により、同年10月14日に終戦、フランス軍が撤退した後の1810年1月30日にルドルフ大公はウィーンへと戻った。 第2楽章のダイアプビーゼンハイトはこの期間のことを示しており、さらに第3楽章にはダスビーダーゼーン、敬愛するルドルフ大公殿下期間、1810年1月30日と書き込まれている。この曲を出版したブライトコプフーンとヘルテル社は、各楽章の表題をフランス語に置き換えてレザデュー、エルアブセンス、ルルトゥールと表記した。進行の深かった。 ルドルフ大公のために作曲された、このピアノ・ソナタの表題には、ベートーベン自身もこだわりがあったらしく、ダスレーベ・ボールは、レザ・デューとは全く違うものである。前者は、心から愛する人にだけ使う言葉であり、後者は集まった、聴衆全体に対して述べる言葉だからである。と、手紙で抗議している。ただし、作曲者自身もスケッチ段階では、第一楽章の、 ダスレーベボールを取り消して、デアオペシーと、第三楽章は、ダイアンクーンフトとしていたことが分かっている。出版社へと持ち込まれたのは、第24番、第25番のソナタと同じ1810年2月10日で、あったが、このソナタのみ翌年に作曲者自身による修正を、施され、1811年7月に出版された。ルドルフ大公へ検定。 81A となっている作品番号は、ジムロック社がブライトコプフ社に先駆けて60奏曲を完工していたため、ブライトコプフ社が自社の作品番号を混乱させないよう、ピアノソナタを 81R、60奏曲を81ビットとしたことに由来している。約16分半、ソナタ形式、国別の副題が付けられている。 フレイチに示す通り助走の最初の3つの音符には、レーベーボールと歌詞が与えられており、楽章全体にこのモチーフが配されている。フレイチ助走に続くアレグロの第1主題には、レーベーボールの動機が組み込まれており、テヌートで強調されている。一方、左手のバスの動きは、レーベーボール動機の範囲きなりとなっている。 フレーにレーベボール動機の範囲いきなりに始まる経過部をヘルト・ヘンロ長長の第二主題が提示されるが、これも拡大されたレーベボール動機に基づくものである。さらに加工する結尾区も同じ動機から構成される。フレー3提示部の繰り返しを終えると展開部となる。小規模な展開部では、フレー2の加工する音形が扱われ、これが8部音符2つの単位まで細かく分解されていく。 分解された音形からフレッシュシェンドして再現部となり、フレー2とフレー3が変革蝶々で現れる。コーダではまずフレー2が取り上げられて展開されるが、続いて、レーベボール動機と8部音符のソー庫が組み合わされていく。最後は、太鼓の出発を見送るような情緒を見せつつ、楽章を閉じる。なお、ベートーベンは、楽章の最後から四小節目の二部音符の葉音において、 音を持続したままクレッシェンドするという特殊な指示をしている。二つの主題が繰り返される女走的性格を持つ学章。不在の副題が付けられており、ドイツ語で緩やかに表情を込めてと指示されている。破綻調で奏でられるフレー4の第一主題の音恵はフレー1の動きと関係している。開始の破綻調に落ち着かず不安げな様子が表現される。 フレインレッチタティーボのような経過を経て、都庁長の第二主題へと移る。フレイ五件もなく、ヘンドタン調で第一主題が回帰し、続いて町長で第二主題が再現された後、フレインの恩恵を静かに奏でながら修学賞に接続される。そなた形式。再開の副題とともに、ドイツ語による非常に生き生きとした速度でという指示がある。 和音の一打に続き華麗なアルペッチョの助奏が現れる。第一主題はまずフレイ6のように出されるが、主旋律が左手に移されると高音部は装飾的な彩りを添える。フレイ6きらびやかな経過部を終えると変路長長の第二主題が提示される。第二主題が繰り返される際に現れるフレーズには、同時期に作曲された皇帝競争曲の 第三楽章のものと極めて類似したパッセージが用いられている。フレーな,な勢いのあるコデッタにより結ばれ、定時部の反復に入る。展開部は、ごく短く、もっぱら第二主題が扱われる。たちまち細かい分散和音の伴奏に乗ってオクターブで、第一主題が再現され、情報通り、第二主題へと進む。コーナでは、ポーコアンダンテとなって、フレーを穏やかに改装し、 形を変えて繰り返す。最後は元の店舗に戻り、喜ばしく閉じられる。注釈出店。ありがとうございます。